はい、速稼塾の久保です。今回はポイントサイト、モッピー、まあもしくはね、ポイントサイト、他のもありますけども、それからセルフバックと言われているお金の稼ぎ方について、まあ2つ大きく質問いただきまして、まあこれね、何回も今まで答えてきたんですけども、改めてこの場でね、もう1回答えさせていただきます。1つはですね、申し込む案件がないですっていうことで、もう1つはですね、リスクはありますかってことなんですよね。まず1つ目、申し込む案件がありませんって言われる方いますけども、調べてなさすぎだと思います。それはね、まず手を動かして、まずどんなのがあるかなってことを、1日10分でもいいから30分でもいいから、まずね、いろいろ見ていくってことだと思います。このポイントサイトには案件がですね、まあ、数千ってあるわけですよ。多分ね、100個も見ずにありませんって言ってるんじゃないですかね。まあこの辺はですね、私が8年間やってきて、まあそう、チャレンジ件数、まあ、数えてないですけども、まあ、少なくとも1000件はね、余裕でやってるんですよ、最初の1年で。まあそういうと、本当無数にあるんですよね。例えばね、申し上げますよ、事例を。クレジットカード、ね、クレジットカードで、報酬、ポイントをいただこうってやつがありますよね。そしたらね、私はクレジットカードできませんって言うんですよ。で、クレジットカードが作れない方って確かにいるんですよ。でも、クレジットカードが作れる方でも、最高作れて3枚なんですよ。で、そこで手詰まりするようだったら、私こういうのは、ね、紹介しないんですよ。だからクレジットカードができなくても大丈夫です。例えばね、 FX の口座開設、そして取引を規定通りするってやつですよね。これに関しましても、 FX に馴染みのない方はまずね、申し込むのを最初から考えてないんですよ。やってみるとできますからね、これも、で、何のリスクもないということですよ。で、報酬は大きいわけじゃないですか。だからね、やっぱやらないと進まないんだろうなと思いますね。3つ目いきましょうか。ファイナンシャルプランナー相談というのがあります。まあ、生命保険の面談とかっていうやつなんですけども、これもね、昔からよくある人気のカテゴリーなんですよね。まあ、これに関してもただね、面談するだけです。契約する必要はありません。ただお話をニコニコと聞いていればいいんですよ。いや、これはできるでしょうって話ですよね。まあでもね、なぜかこれもしたくない、人に会いたくないって方がいるんですよ。だから人に会わずに、まあしかも他にもいろんな条件があって、お金だけくださいっていうのはさすがにないんじゃないかなと思うんですよ。何がしかの作業は発生するし、人と関わることもあると思いますしね。その他のことも、まあ、発生するのを承知でやるしかないですよね。まあでもね、私ずっとやってきましたけども、何にも起きないですよ、こんな珍しいことは。普段の暮らしのままだというのが私の印象です。で、次、マンション投資、これ結構報酬が高いんですよ。マンション投資の面談をする。もちろんマンションを買わなくてはならないとかね、契約しなければならないってことはありません。マンション投資の面談を1時間から長く2時間しっかりと興味深く聞くだけです。以上ですよ。話を聞くだけですからいいじゃないですか。しかも聞いてるふりをして聞かなくても別に面談は完了ですからね。いかがですかね。そんな難しくはないと思うんですけどね。で、しかも最近は面談といってもオンラインですから、パソコンとかスマホの前にいればいいわけですから、すごくしつこくてね、帰れなくなったってこともありませんし、どっかに出かけていく旅費が必要ってこともありません。次、こういうのがあります。同じオンラインセミナーでも在宅ワークのオンラインセミナーってあるんですよ。在宅ワークってものに興味がある人に対して、まあ、いろんなね、情報をいただけるというセミナーです。まあ、それで気に入ったらその在宅ワークと契約するという流れになりますけども、これも契約する必要はありません。在宅ワークで喋ってるのを聞くだけということでございます。これもね、聞くだけなんで、何か喋らないといけないってことはありませんから、まあ言ってみれば座ってるだけってやつですよね。これできるんじゃないかなと思います。で、最近私がね、多くの方に、紹介している電気の切り替えですよね。まあ電気はね、皆さん使ってると思うんですよ。この電気、ある電気会社に切り替えるだけで、しかも使ってる電気は今までと一緒です。ただ窓口が違うだけです。まあこれ切り替えると電気代がずっと安くなるんですよ。プラス、まあ報酬も一時的なものももらえちゃうんで、ダブルでお得ですよね。で、カードが作れないとか、 FX が分からないとかね、 FP のそんなが嫌だとかいろいろありますけども、電気引いてない人はいないでしょ。電気引いてればこれできるんですよ。だからほとんどの国民ができると思いますね。次、これもほとんどの国民ができます。それはですね、インターネットの動画サイトの有料版の初回30日無料期間ですね。これを、まあ、申し込むと無料の間にやめても報酬が出るということですね。これもいいんじゃないですかね。これ何個か出てますんで、契約すればいいんじゃないですか。契約して、無料期間内にやめるというね。そうすると無料期間内にやったってことに対して報酬は出ますんでね、使えると思います。
あとはね、もう地道に無料登録ですよね。アプリとか会員を登録したりとかして、まあ100ポイント200ポイントみたいな感じで、確かにこれ金額ちっちゃいですけどもね、もう何にもないんだったらこれでもいいと思います。まあ今ね本当にたくさんあげましたけども、これ全部やるのも大変ですよ。もうはっきり言ってね、儲かる話がありすぎて困るぐらいなんですよ。なのにやっぱないですっていうってことは多分、まあ、気づいてないんだろうなと思うんですよ。まあ、ですんでね、まずはポイントサイトをトップページだけ見るんじゃなくてね、きちんとカテゴリーに分かれてますから、20ぐらいのカテゴリーに分かれてると思うんで、それぞれを見に行って、報酬の高くてなるべく作業の少ないのをやればいいんじゃないかなと思います。そして後半のお話になりますけども、リスクはないんですかってことです。リスクに対して何をリスクと感じるのかは個人差があるんで、本当に何ともない、何とも言いにくいんですけども、私は数千件やってきて、ああこんなはずじゃなかったのにってことは一件もないですね。まあ、私の想定がね多岐にわたるからなのかもしれませんけども、例えばね、どんなことかなと、これがあったら嫌だなってものの代表格は作業があるのが嫌でしょ。でも作業はありますよ。パソコンで住所とか打たないといけないじゃないですか。だから作業はあります。ですので作業を全くせずに手を触れずにお金だけ欲しいっていう人は、さすがにポイントサイトでもどうにもならないかなと思いますよね。で次はね、個人情報が流れていってしまって怖いなって方、相当大切な個人情報を持っている方なら分かりますけども、まあ、私の感覚ではね、私自身がそんな大切な個人情報があるような大した人間ではないんで、そこには抵抗がないかなってことですよね。まあ、もしね、もう持っていかれるお金もないと、特に何か個人情報流れてもそれによって自分に興味を持ってくれる人がいるかどうか分かんないっていうことでしたら、まあ考えてもいいと思いますけども、個人情報はね、やっぱり流れますし、すでに流れてますんで、今から個人情報をね渡さないようにしても、もうすでに手遅れなんじゃないかなと思います。で手遅れなんだけども、別に漏れた個人情報でね、面倒くさいこと起きてないと思うんですよ。じゃないかなと思いますけどね。だから個人情報の流出とかも心配する必要ないような気はしますけど、ここは人それぞれなんでね、自分の個人情報はとっても大切な、それこそね、オバマ大統領とかね、トランプ大統領級に大事なんだ、まあ、そこまでいかなくても漏れちゃ困るような個人情報ってあると思いますんで、そう感じる方はちょっとできなくなっちゃいますよね。であとね、いろんな資料の請求とかしたら、営業の電話とかあるんじゃないですかとかね、訪問が来るんじゃないですかって言いますけども、はっきり言いますけど、それありますよ。ただお金をくれるためじゃなくて、やっぱセールスのチャンスが欲しいから、まあ、いわゆるお金で釣ってるわけですからね。だからお金をいただくためにこちらとしてもね、素振りのあるふりを見せるのは一つ演技が必要ですし、言ってみれば相手方に迷惑をかけてるってことにもなります。まあ、ですんでね、ポイントサイトで稼いだら、これはポイントサイトを紹介することによって、知名度を上げてあげるっていう恩返しをすればいいと思いますよ。まあ、そんなとこですかね。リスクというものは人それぞれ感じ方が違うんで、リスクがあるないっていう経験には語りにくいんですけども、私はね別に何とも思うことはなかったですね。ただ普通にポイントサイトをやらせていただいて、入金があって、それを繰り返していつの間にか8年経っちゃったってことですね。で数千件の案件をやってきて、まとまったお金にはなったかなっていうところですね。だから優先順位を何に置くかですよね。お金が欲しいっていうのが一番上なのか、借金を返したいっていうのが一番上なのか、大好きな人に美味しいものを食べさすための資金が欲しいというのが一番なのか、それとも恥ずかしいのが一番なのか、個人情報はビタ一も漏らしたくないっていうのが一番なのかね。だから個人情報はどっからでももうすでに漏れてるんで、もう健康保険証とかね、ナンバーカード、マイナンバーか、あんな作った時点で、免許証もそうですけどね、漏れないわけがないんですよ。やっぱり組織内で保護しますって言っても組織の中に漏れてるわけですから、そんなね10人20人に自分の個人情報が漏れてるってレベルじゃなくて、何がしかの会員カードを作ったり、どっかに入会してる運転免許を取ったりすれば、それは数万人に対してもうね流出してるっていうこととイコールなんですよ。 T ポイントカードも同じです。 T ポイントカードも例えば TSUTAYA で作っても、提携した全てのねエネオスとかね、他の T ポイント使ってる会社にも共有する権利があるんで、もうダダ漏れなんですよ。だからね、そこはねどう考えるか人それぞれなんですけども、そこまでしてやっぱりこう本気でお金をつかみにいってるのか、それとも、個人情報をちょっとさらすぐらいだったらもうね貧乏でいいや、このままでいいやって思ってるのかに尽きるかなと思うんですよね。そんなことですかね。はい、まだ答えきれてないところがあると思いますけども、またメッセージいただければと思います。ありがとうございました。